はい、どうも、こんにちは。純烈ね、純烈のリーダーが脅迫されたらしいですね。ファン65歳が逮捕ですって。ヌード歌謡グループ、純烈の事務所に刃物で切り刻んだ男性を下着や、あなたを無傷で終わらせませんと書いた脅迫文を送るなどして、リーダーの酒井さんを脅したとしてファン65歳の女が逮捕されました。脅迫の疑いで逮捕された千葉県船橋市に住む職業不詳の三井由紀子容疑者です。警視庁によりますと、三井容疑者は昨年6月、ヌード歌謡グループ純烈の事務所に刃物で切り刻んだ男性用下着や包丁、あなたを無傷で終わらせません、必ず事件にしますなどと書いた脅迫文を送り、リーダーの酒井さんを脅した疑いが持たれています。三井容疑者は純烈のファンクラブに2年前から入会していて、調べに対して酒井さんが応援している別のメンバーに対してバカにしているような発言をしていたので許せなかったと容疑を認めているとのことなんですが、まあ、病気ですね、これがね、やばいんじゃないですか。逮捕されるわけじゃないです。逮捕されるってことは多分よっぽどね、人生、その人の人生にとって支障があるわけじゃないですか。それを押してまでたかだかそんな理由で警察沙汰にしてしまうっていう、この短絡さっていうんですかね。で、そんなものを送る時点でそういうなんかね、あ、これはやばいかなとかって普通の神経だったら思うじゃないですか。それは思わないってことが普通の神経ではないんでしょうね。まあ、これに対してですね、様々な声が。ジャニオタでいうアンリーと呼ばれる人ですね。アンリーって言うんですね、こういうのね。この人は実際に目に見える形で脅迫をしているけど、ツイッターを含むタレントに対する悪質書き込みも思考の根っこは同じ、取り締まってほしいなと改めて思う。おかん世代で草、どのオタもこじらせるんやな。65歳でメンハラはきつすぎそうね、年齢ではないですけど、やっぱりね、メンヘラはきついですよ。おばちゃん怖、うわお疲れ様です、捕まってよかったですね。リーダーのキャラやん。ガチ恋愛老害クソババアで草。こういう行き過ぎたファンは怖い。逮捕された人、うちの母と年齢変わらない。あ、まあね。やっぱ、昔から不思議なぐらい暴走気のファン多いんよね。ああ、純烈がってことね。まあでしょうね。年齢層高いですよね、多分純烈のファンってね。だから年齢層高いんだけど気持ちは乙女なんでしょうね。なぜ改心させるために切り刻んだ下着。それは不思議ですよね。切り刻んだ下着でどうやって改心するんだろうと思いますけどね。それはファンではないだろう。妄想的、狂心的で引く。愛あるメンバー間のいじりだとわからないのかな。何でも行き過ぎはダメよね。いくらファンでも線引きは大切。発想が若いよね。切り刻んだ男性下着とか、私は浮かばないな。ですね。65歳、やはりこの手のメンヘラ連中には年は関係ないみたいですね。あ、まさにそうね。そういうことですよね。まあちょっとね、逮捕されてね、パトカー乗ってる感じもちょっとメンヘラっぽかったっすよね。まあそんな感じです。本当怖いですね、やっぱね。なんか怖いです。まあ普通だったらね、相手にしなきゃいいんですけどね。やっぱ人気商売をやってる方はね、矢面に立たされるんで、被害に遭うのはね、怖いですね。実際に包丁とかね、刃物を送ってこられるんですからね、恐ろしいですよ。まあいろいろまとめとか見てるんですけど、まだまだ全然出てきてないんで、すいません、こんな感じです。ではでは。